見に来ていただいた方に楽しんでいただくのはもちろんなんですけれど、各海上自衛隊の音楽隊や陸上自衛隊、航空自衛隊、それ以外の方々と一緒にやる公演ですので、これを通して自分の中でたくさん得られるものがあればと思っております。はい、入隊前から、この自衛隊音楽祭りを映像で、客席の方からも何回か見たことがありまして、ようやくこの舞台に自分が立てるということでとてもワクワクしております。緊張も含めて楽しみます。はい、もう音楽祭りの参加も、10年以上ぶりぐらいになりますので、この年でちょっと体力的にだったりちょっと勘が戻るかなっていう不安はありましたけど、やってみると、勘も取り戻せましたし、体力的にも何の問題もないかなと思ってます。見に来てくださった、方々の心に残るような、そして自分自身の自衛隊生活の中の思い出にもなるような、そういう、演技ができたらいいなと思っています。寒い、寒い、今日は寒いです。頑張りましょう。イエーイ。練習いかがですか？まず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 ですか？今日も頑張りましょう。とっても大変です。毎日汗をかいて頑張っています。感動と勇気を届ける演奏と演技をして、お客様一人一人の明日の元気につながるような音楽祭りにしたいです。スマホ姿勢をかっこよく、換気隊についに選ばれ、大変光栄に感じています。というのは建前で正直戸惑っていますが、換気隊の動作一つ一つをもって海上自衛隊の意を示せるよう頑張ってまいります。どうかお楽しみに。東京音楽隊の隊員のみならず、全国の音楽隊、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊の音楽隊から臨時勤務という形で支援をいただいてますので、このメンバーでしか奏でることができない音楽を演奏したいと思っております。そうね、どうやったらなんか喜んでもらえるかみたいな、もうみんなで考えてる感じが、もちろんそのコンテとか譜面が決められてるけど、ここはもっとこうした方がかっこよく見えるんじゃないかみたいなのをみんなでちゃんとやってる。今回もスカードって4人ごとにのチームで練習してもらったりするけど、本当にすごい積極的、休憩してくださいって言っても休憩しない、ずっと練習してなかなかやってる。そうね、向上心がね、向上心は素晴らしい。なんかこうみんなで一つのものを作ってるという感じはしますね。毎回そうなんですけどね、このイベントは特にそんな感じがします。今年の出来もバッチリ仕上がってます。スピード感のある演技と演奏、そしてドラムのソロもありますので、それをお楽しみいただきたいと思います。海上自衛隊東京音楽隊、メリタイムセルフディフェンスフォースバンド東京、奏でるのは人と人魚の希望の物語、そしてその物語は人と人を紡ぐ大きな物語へと昇華し、自衛隊に所属する全音楽隊がつなぐ希望の歌へと引き継がれます。
ー